江智恵です。 B 伊藤美久です。消えるか消えないかゲーム。また皆さんおなじみの消えるか消えないかゲームです。初耳です。あれ初めまして。消えるか消えないかゲーム、あれこれ、あれ、どこでもやったことなくないです？日本初日ですか？日本で、え、じゃんけんみたいな感じ？あ、もうローカルルールもあるぐらいローカルルールもあるぐらいあるくらいよ。うっそ、知らなかった。知らない。じゃあそんなミクみたいな方のために説明しますと、はい、まあ、ホワイトボードに一つだけ水星の中に油星が混じっています。あれ、ホワイトボードの中に一つだけ水星の中に油星が混じってます。あ、すいません、文字が書かれています。で、その文字が基本的には水星で書かれているんですが、一つだけ油星で書かれた文字があります。なので我々は油性で書かれた文字を選ばないように一つ一つ選んでいく、まあ、ドボン形式のゲームですね。なるほど。なので、まあ、水星を選べばいいんです。ほうほう。で、消えなかったら負け。なるほどね。です。こちらにルールが多分出てると思いますが、詳しくは、はい、ではそんなね、油性か水星かを当てる文字はこちら。うわ、わかんない。ちょっと反射でこうかな。うわわかんな。これ一人ずつ選んで一個ずつ消していきます。名前も入ってますね。じゃあちょっとどうする、じゃんけんで決めますか。決めましょう。じゃんけんぽい。はい。こんなに気合わない。どうぞどうぞ。いいですか、いいですか、いやでもそうね、うわ、わかんないな。一つだけ油性なんだよね。全部水性に見える。いやでもちょっと A、 トヨタ萌の A 薄いからちょっと A は水性な気がする。お、いいよ。じゃあちょっと消してください。 A を A、 いきます。消えた。消えたけど汚ー。なんか汚ー。ソースの使い回しだから。ホワイトボード、そう、油残ってこうあんま綺麗に消えなかったけど、まあでもこれが消えたということになりますんで、皆さん。なるほど。さあ続いてミクが選んで。はい、ありがとう。ちょっとやっとこう。あのカピカピー、ホワイトテンションがカピカピー。乾いてる。消えるよ。乾いてるよ。あ、消えましたね。はい、じゃあちょっとまあ一回こんなに。むずい。はい、お選びください。難しい。なんか二度掛けみたいになってるのとかがあるから。はいはいはい。それがちょっと、うん、あのカモフラージュみたいなことなのかなって。なるほどね。ちょっと薄くなっちゃいすぎたから上から書き出したんかなと思うので、はいはいはい、読み始めた。当たりっていう字。お、これちょっと二度書きっぽくなってるからいけると思います。じゃあ伊藤さんやらかすからな。あ、ここね。あ、これでじゃあいきますか。あ、では当たりやったな。持ってるよ。いきます。はい。あ、でも消えて。おいおいおい、終わり。おい、ふざけんなよ。消えない、消えない。ドボン一発、ドボン一発女王の称号は確固たるものだね。もう、他全部消えるんですか。ね、あのね、全部言ってみて。おー、消えるな。あのソースの名残で来たんだけど。ちゃんと消えるね。すげえ。当たり。大当たり。おい、尺どうしてくれ。おい、終わりや。どうすんね。このゲームは。じゃあマギフワトヨタさんに。ありがとうございます。
今回長らくね、あの天城飛をかけていろんなバトルしてきましたが、今回は豊田さんの勝利でーす。なんかあんま嬉しないな。やりがいがなんかあんまこう勝ち取ったぞみたいな気持ちになってないな。やりがいがないな。なんかいやこれはほんえ1万もらったな。天城飛ええほんとさ、すごいよね。これほんと、なんかすごい面白いゲームだと思うんだけど。天才だと思ったよ、これは。これすごい盛り上がるだろうなって思って。オリジナルゲームよ、これ。今後 YouTube の中で流行らせたい我々一押しのゲームだったの。魅力伝わった？ちゃんと。ほんとにつまんなそうだと思う。ギリギリまで、どれかな、あと残り2つだよ、どっちかなみたいなの欲しかった。このゲームは流行りません。流行らない。私のせいですが流行りません。ショック。私これにかけてたのに。結構ねこの番組かけてたんだけど。これにかけてたのに。すいませんでした。やりたかった。どっちだと思うみたいなやりとりやりたかった。こうなんかみんな。それはもう盛り上がりながらどっちだと思うみんなとかやりたかった。あんまじゃあ他で。また見る機会がもしやあるかもしれないんで他でちょっとまたやりましょう。そんな落ち込まないでよ。そんな悪いことしちゃうけど。めちゃめちゃ楽しみにしてたの私は。これにこれも今日一の楽しみだったの。いやめちゃくちゃ楽しみだったよ。私だってさ楽しみだったの。すごいこれうわ絶対面白い盛り上がるこれ絶対やろうって言ってたもんね。終了。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。はい、バイバイ。